赤い髪の横領。いやー、刹那圭介だよ。まだまだ歌っちまったよ。うん、歌ってばっかだな、ちょっと最近は。続きから。はい。ここどこだったっけ？理科室？理科室のこのが置物って、置物置きか。置物ってなんだ。こいつ動き出したりせんような、もしかして。いけるような。どうもこの椅子の配置が本当に逃げにくいしとる作者の企みなんかなと思ってしまったら、それこそここで追いかけっこが始まってもおかしくないんやけど、あれ、なんもないわ。予想外だった。それより影がたくさんある。これどこ行ってなかったりとか全然覚えてなかったりする。工場室行った、職員室入った、音楽室行った、理科室今のところ、図書室行ったっけな、会議室は行った、保健室、誰か寝てるのかもっていう、ちょっとそういう振りやめてくれん。寝とってもそれが、それ友達が分からんぞ。むしろ幽霊が、赤髪の怨霊が寝とって、ってなるかもしれんのだな。これ何やっけ、小さい鍵、ああそれはみたいな。両方とも1階か、1.1 枠のあるやつは OK。 3階そんなに調べてないのにもう1階行くんだ。1階綺麗に調べたところなんやけどな、この前。そうなるとまあ1階に行くわけですが、チーズってこれだったかな。今の降りたんが右側の やつやけん、保健室があそこ。保健室と図書室めっちゃ反対側やん。これはちょっとだるいぞ。保健室、保健室の死神とかいうジャンプにありそうなやつはやめておいてくれよ。アルコール除菌スプレー、仮病で授業をサボるのは禁止。なんか置いてあるで、読みたら。弁当の隣にさ。薬品欄には何もなし。誰も出てないな、結局。ヒントだけか。黒い紙が落ちてるわって、ああ、そうか。あったな。2枚の紙のうち2つ目は黒い紙だったっけな。でも黒い紙は何なんっていう話か。見てみな、わからんけどさ。黒っぽい紙にカラフルな文字や記号が書いてある。赤い世界が謎を解く？はい。赤い世界。なんこれ。えらいことやってる。赤い世界が謎を解く。赤い世界がね。赤い世界が赤髪の怨霊さんに見せたら、あ、これはこうですよってなるんかな。その前に殺されるわ。赤い世界が謎を解く。つまり赤い場所に行けば赤は消える的な感じじゃないかな。俺はなんかテレビで見たことあるんやけど、赤に赤いところがあったら、赤いライト、赤い文字に照らしたら赤い文字が消える的なことを俺は知っている。そういうこと？ただ赤い世界っていうのが何の話か、赤いライトがなんかあるんかとか、そういうんかよくわからんな。そんなもん見たことないしね。とりあえず図書室にそんなんがあるとは思えんけどね。まあ、とりあえず行ってみな。何かはあるんだろうな、何かは。ちなみに鍵はあと2つあるんじゃ。まだあと2つあるんじゃ。結構鍵があるな。あと、あのトイレのやつもまだ解き終わってないもんやけんな。本の貸し出しのやつ、白紙じゃないこれ。みんなもっと本を読もうよ。参考書、お得な情報7って、ね、こんなところであるん。
髪の毛に触れるとメニュー欄に表示されます。3つ揃うと即アウト。そんなの知ってるって。そうですか、残念。知ってるチェックシートとマーカーの使い方って何。チェックシートって何。試験前に用意しておきたいのがこの商品、緑のセット、専用シート専用マーカー、マーカー付き315円、赤のセット、専用シート専用マーカー付き315円。はい。文字を赤いマーカーで色を塗り、ん、緑色のチェックシートを使うと赤く塗った部分が黒くなり見えなくなります。ああ、あのなんつうか、あーるな、そんな。なんか文字を隠して答えだけ赤で塗って、赤いなんつうかビニールのなんていうの下敷きみたいなんで隠したらなんか出てきた。いつもこのページ出てくるな。なんか出てきたらなんつうか、なんだろう、あの答えの部分だけ消えるけん、なんか問題だけ見てこれはこれだっていう答える勉強になるんやな。反対に緑のマーカーで文字を塗って赤いシートを使うと文字が黒くなる、見えなくなる。そうなんじゃ。これをうまく使うことができれば暗記や穴埋め問題などの使い方次第でいろんなことができますよ。道具をうまく上手に使って苦手な試験を克服しよう。完全にさっきのこれの頻度やないですか。赤の世界ってことはこの赤い文字を塗りつぶして、緑もかな、塗りつぶして出てきた答えが的な、出てきた文字だけを読む的な。3階の女子トイレは使用禁止の場所は、3階のトイレ使用禁止の場所はセーブ画面で見られるハートが2つ黄色になった時に行くと、何それ、何それ、ハートが2つ黄色になった時に行くとって、セーブ画面で見られるハートが2つ、何それ、ちょっと見たいんやけど、そのハートがなんとかって、黄色になった時にって黄色になる時あるんじゃ、ようわからんけどさ、なる時はあるってことは覚えとこう。お得で、お得な情報シリーズは10で最後です。次で最後だね、お楽しみに。じゃねえよそういうのどうでもいいからね、お得じゃねえよそんなの。リメイク前はマルチエンドだったけど今回はエンディング一つだけです。あ、そうなんだ。バッドエンドの数は前と変わってないかも。ああ、イベント間違えてのやつで、青い世界の住人ってなんだ。疲れた時は青いサングラス、青いサングラスをかけると世界が青くなる。まあそうだろうなそりゃ青いサングラスやけんそうだろうけどさ、うん。白い髪も青、人の顔もいつもと違った色に見える世界、この世界に入り込むと疲れもスーッと消えていくから不思議だ。つまり青いサングラスかけたら回復しますよーだって言ってくれるんだったら俺はいいんやけど、オカルト活、オカルト系活動記録オカルト系が何をしていたか分かるかもしれないわ。分かって意味あるんだろうか分からんけどね。これかちゃうな、これ、あ、こっちや。オカルト研究部の活動テーマやこれまでの記録を残している本、読む。学校の七不思議を探すためにこの学校の歴史を調べることから始めました。うちの学校島ヶ丘大中学校は田営って読むんかなの方だけど、設備の整った私立校、昔から設備の良さでは評判で生徒の数も多かったそうです。しかし気になる過去の事件を見つけました。8年前に屋上から飛び降り自殺をした女子生徒がいたことが分かりました。飛び降りの衝撃で即死状態だったとか。え、名前を花金しおんって、花金しおん、ちょっと待って、花金しおんってちょっと待って、それ資源の塔で出てきたお姉さん先生で、え、髪が長くおとなしい生徒だったようです。彼女はいじめにあっていたようです。確かにお姉さん先生資源の長でいじめにあっていたのって言おったけど、え、つけられたいあだ名は裏子ひどいあだ名です。彼女は苦しんだことでしょう。こんなあだ名で呼ばれたら誰だって嫌な気分になります。七不思議よりも興味深かったので我々は彼女のことを調べ続けました。
調べを進めていくうちに奇妙な出来事が起きるようになりました。不気味な赤く長い髪が床に大量に落ちていたり、部員が夜の学校で正体不明の何かに追われたり、奇妙な出来事だったので新聞を作り一部の生徒に配りました。新聞を出してから奇妙な出来事はさらにエスカレートして、部員のほとんどが怖がってやめていきました。活動テーマからが見つかったのに残念です。正直部長の僕もかなり怖いです。もうこの件から手を引きます。我々のしようとしたことに彼女の霊が怒っているのでしょうか。手を引いたことで彼女の怒りが静まってくれればいいのですが。え？ってことは話を総称したら、もしかしてあの赤髪の怨霊ってお姉さん先生のことだった？え？なんでここだけ本が散らかっているのかな。マジか。お姉さん先生、確かに両方とも赤い髪っていうのはなんか不自然やなと思ったし、すごい似とる赤だと思ったけど、マジか。お姉さん先生、すごい過去やな。マジで。とか言いながら、なんか図書室も調べ終わってしまった。これをどうすればいいんだろう。ペンはまあアイテムとしてないけん、自分で消してっていう考え方をすればいいかな。なんというかあれやな、赤と緑やけど、なんだろう、マウス映らんな。なんつうか緑だって、なんか黄緑みたいな緑と濃い緑、暗い緑あるもんな。どこまで消していいんかようわからんだろこれ。しつしなんこれ。わけわからん。それより他にも使用してないアイテムがあるんやけど、あ、これもあったよ。上右下右がどこからの話なんかようわからん話じゃない。やっぱ赤いバッテンから上右下右なんだろうけど、本当のところ本当にそうなんか微妙なところ。そしてこれがチーズ。これはまたまた難しい謎です。あー、もうこれはもういいや。もうあーす、消しゴムもまだ使ってないな。使うところがあるんか微妙なところ。マジか。2階の男子トイレではやったよな。上右下右やけん、ここに当たるんやけどな。あ、やべやべやべ、2つ目拾ってもだ。まあいいやもう。そうっすね。今回はキリがいいけん、ここでセーブしておこうかななんて。おし、あ、ファイル15までか。よいしょ。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け